体育会系で歴史好きな保科による歩きまくり歴史旅。さあ今回も東京で昭和の歴史旅をやっていきます。前回までは戦前の226事件あたりまでの話をしてきました。今回はいよいよ太平洋戦争に突入していきます。戦争中に首相になった人たちを中心にお話ししていきます。今回取り上げるのは近衛文麿、渡辺丈太郎、東条英機です。では最初に取り上げる偉人は近衛文麿です。判断を間違え続けて日本を戦争に突き進ませてしまった近衛文麿の生涯をお話ししていきます。敵外層まで900メートル歩きます。近衛文麿は1891年に近衛家で生まれます。もう名前の雰囲気にも出ちゃってますけど、近衛家はガチガチの貴族です。ルーツは平安時代にブイブイ言わせた藤原氏で、もう天皇家の次に地位が高いっていうぐらいの一族です。そんな近衛家に長男として生まれるんですが、すぐにお母さんが亡くなってしまいます。それでお父さんが再婚するんですけど、近衛はその再婚相手をお母さんだと思って育ちます。で、大人になって真実を知ってショックを受けます。それ以来ちょっと疑心暗鬼な性格になっちゃうんです。近衛は東大に進んで哲学を学び、さらにその後京大にも行ってマルクスの社会主義思想を学びます。そして1916年、25歳になった近衛は貴族院議員になります。近衛家ほどの家柄の人間は25歳になったら自動的に貴族院議員になれたんです。西園寺金持っていう公家出身の偉い政治家がいて、近衛を可愛がろうとします。しかし西園寺はアメリカ、イギリスの民主主義、資本主義的な思想を持っています。対する近衛は社会主義的な思想を持っています。もう考えが真逆すぎて全然仲良くなれないんです。1927年には歌謡界っていう今の政治をぶっ壊せみたいな改革派グループを作って、ますます西園寺とは逆の方向に向かっていきます。貴族院議員って大体はすでに偉いんで保守的になりがちなんですけど、近衛はそうはならなかったんですね。家柄が良くて、高学歴高身長イケメンの近衛は国民人気も高くて、文麿様に総理になってほしいなんて声もよく上がるようになります。ここから日本は軍の力が大きくなっていきます。満州事変、515事件、226事件、軍の暴走が続きます。広田弘毅内閣も林千十郎内閣も軍を止めることができませんでした。現状を変えられるのは近衛しかいない。こうして1937年、第一次近衛内閣が誕生します。近衛はまず、国民の期待に応えて、226事件の首謀者たちを釈放したいと思います。って言います。でも別に国民にそんな要望なんてありませんでした。それどころか天皇の指示で226事件は鎮圧されて首謀者たちには極刑が下されたわけです。それを釈放しようなんて認められるわけがありません。反対意見が続出すると近衛はあっさり提案を引っ込めます。ちょっともう怪しい感じが出ちゃってますね。組閣から1ヶ月、1937年7月7日、盧溝橋事件が起こります。中国の盧溝橋というところで日本軍と中国軍の衝突が起こります。すぐに停戦合意がなされますが、中国の蒋介石が新たに軍を派遣するという噂が入ってきます。これを聞いた近衛は、こっちも兵を派遣することにします。しかし関東軍の石原幹事が止めに入ります。相手を刺激するのはやめましょう。しかし近衛は止まりません。マスコミを使って戦争熱を煽ります。軍が求めてもいない予算を与えます。近衛も蒋介石と和平交渉をするつもりだったのに、気づいたら後に引けない状況になってしまいました。小競り合いは次第に全面戦争に発展していきます。1938年1月に和平交渉は諦めましたっていう近衛声明を発表。泥沼の日中戦争が続いていきます。で、泥沼化しちゃうとさすがに近衛もやっぱり戦争をやめたいなーって思います。でももう今更蒋介石に頭を下げるなんてできません。そこで近衛は蒋介石に次ぐポジションにいる王朝明に目をつけます。この人に新しい政権を作ってもらって今の政府をぶっ潰しちゃえばいいんだって考えます。それで交渉して親日派の王朝明は近衛の案に乗っかります。しかし中国の軍人たちが全然ついてきてくれません。それで結局王朝明は追放されてしまいます。作戦が失敗した近衛内閣も総辞職します。そして平沼喜一郎内閣ができるんですが、近衛内閣とあんまり顔ぶれが変わってません。なんなら近衛も入閣してます。なので政策はあんまり変わらず戦争争の方向に突き進んでいきます。この時はちょうどヒトラー率いるナチスドイツが出てきた頃です。日本はソ連対策としてドイツと同盟を結ぼうとしています。しかし、そのドイツとロシアが独ソ不可侵条約を結んで仲間になります。なんで意味わかんない。平沼はそう言って内閣を総辞職します。そして安倍信行内閣、米内光政内閣と続きますが、どちらも状況を変えられず、短命に終わります。その間この絵は、ソ連とかナチスドイツみたいに一党独裁体制にしたら決断がスムーズになるじゃんって考えます。それで1940年6月24日に新体制声明を発表します。この時は第二次世界大戦も始まって、ナチスドイツがブイブイ言わせていました。だからみんなこの絵の考えに賛同します。こうして第二次この絵内閣が誕生します。この絵はまず一党独裁体制を実現するために体制翼賛会というグループを立ち上げます。でもそもそも日本には天皇がいますよね。それなのに一党独裁ってことは天皇の意見も存在も無視するってことですよね。それってやばいですよね。天皇に主権がある大日本帝国憲法と独裁政治は混ざり合わないんです。それで体制翼賛会は結局政治の方針はとりあえず特になしっていうほとんど無意味な存在になっちゃいます。一方外交はまずは日独伊三国同盟を結びます。さらにロシアも仲間にするために日ソ中立条約を結びます。しかし、ロシアとドイツが戦いを始めちゃうんです。そして同時進行でアメリカとも和平交渉を行います。しかし、ロシアとの交渉担当の外務大臣松岡洋介がアメリカとの交渉にも首を突っ込んで交渉がこじれちゃいます。それでも松岡だけ足並みが揃ってないっていう状態になります。ということで、内閣を一旦総辞職して、松岡抜きで第3次近衛内閣を組閣します。近衛内閣は東南アジア方面に軍を進めることを決定します。しかしこれに危機感を持ったアメリカが日本への石油の輸出をストップします。日本としてはこれは大ピンチです。それで近衛はアメリカさんごめんなさいって言うんですけど、もうアメリカは取り合ってくれません。で、これはやばいって思った軍がもうあと1ヶ月で交渉がまとまらなかったらアメリカと戦争しましょうって近衛に提案して、近衛は OK を出します。でも1ヶ月で交渉がまとまるわけがありません。閣僚たちは、いやいやそんなの無理ですよ止めに入ります。しかし近衛はもう後に引けなくなってしまっています。結局このまま1ヶ月が経ち、交渉はもちろんまとまりませんでした。近衛は、僕は戦争に自信がありません。自信のある人がやってください。そう言って総辞職します。次の総理大臣は東条英機です。東条は近衛の決定を白紙にして改めてアメリカと交渉を行いますが、こんなのもう今更無理です。そしてアメリカとの戦争が始まります。日本が不利になってくると、近衛は和平運動をやるようになります。戦争の方向に導いた張本人がここに来て和平運動なんかやり始めたんで、東条からするとふざけんなって話ですよね。それで近衛に注意するんですけど、それが逆に火をつけちゃって、近衛の活動は熱心になっていきます。そしていよいよ日本がやばくなってくると、近衛はソ連との和平交渉を任されます。さらに戦争が終わると、東国宮内閣に入閣します。なんだかんだで近衛にはいいポジションが与えられます。するとそこに GHQ がやってきます。そしたらマッカーサーが近衛と仲良くなって、近衛が中心になって新しい日本を作るべきだなんて言っちゃいます。しかし、GHQ が日本のことを調べてるうちに、あれ戦争になったのって近衛のせいじゃねってことに気がつきます。で、あいつやってんなーってなって、近衛に逮捕命令が出されます。そして、出頭期限最終日の1945年12月16日、近衛は青酸カリを服毒、54歳で亡くなります。さあ、ここが敵外装ですね。ちょっと工事中みたいですけどね。この敵外装が、近衛文麿が最初に総理大臣になった頃から8年間住んだお家になります。まあ、近衛は人気があったんでね、国民の意見を気にしすぎちゃったっていうところはあったんでしょうね。だからまあ、いろいろね、決断を間違えちゃったわけですね。まあ、辛い幼少期があるんで、繊細な性格には同情しちゃいますけど、まあ、それでも政治家としての評価はどうしても低くなっちゃうっていう人物でしたね。はい。じゃあ次行きましょう。では続いて、ここ荻窪でもう一人、渡辺丈太郎を取り上げていきます。渡辺は戦争反対派の軍人で、226事件で暗殺されたことで、その後日本は戦争に突き進むことになります。そんな渡辺丈太郎の生涯をお話ししていきます。渡辺丈太郎元陸軍大将指定後まで 1.4 キロ歩きます。渡辺丈太郎は1874年に愛知県で生まれます。家が貧乏で小学校を退学しちゃうんですが、勉強は大好きで熱心にやっていました。そして20歳の時に陸軍士官学校に受験して合格、優秀な成績で卒業します。さらに陸軍大学校に進み、首席で卒業、日露戦争にも参加しています。そこから渡辺は海外赴任が多くなります。第一次世界大戦の様子を間近で見ることになります。負けたドイツはボロボロです。フランスなどの勝った国もボロボロです。アメリカや日本などあんまり関わってない国が潤っています。そんなボロボロなヨーロッパの姿を見て、渡辺は戦争反対という立場を取るようになります。そして海外で色々実績を作り、また給料のほとんどを本屋で使うくらいめちゃくちゃ勉強して、陸軍大将という地位まで上り詰めます。しかし、ここから日本は渡辺の思いとは真逆の方向に動いていきます。満州事変、515事件、戦争をやりたい人たちがどんどん行動を起こしていきます。この頃の軍は2つの派閥に分かれています。そして統制派という派閥が軍の重要なポストを占めるようになります。林千十郎陸軍大臣の下で、渡辺は教育総監というポストが与えられます。この状況にもう一つの派閥、弘道派は我慢できません。弘道派は天皇の直接政治を目指す派閥です。なので天皇の側近たちや統制派の人たちを暗殺する計画を立て、実行に移します。これが226事件です。高橋是清や斎藤誠、そして渡辺もそのターゲットとなります。1936年2月26日午前6時頃、斎藤誠の襲撃を終えた部隊のうち約30名が渡辺の家に到着します。裏庭から侵入して寝室に向けて機関銃を発射します。渡辺も拳銃で応戦しますが、叶うはずもなく、61歳で亡くなります。こうして戦争反対を訴える渡辺がいなくなったことで、日本はますます戦争の方向に向かっていきます。もし渡辺が生きていたら、未来は変わったんでしょうかね。さあ、この辺りが渡辺丈太郎の家があったというところですね。老朽化で2008年に解体されちゃって、でこのルーブル荻窪5番館っていうのが今建っているということみたいですね。まあ、ここが226事件の現場ってことで、朝6時にね銃声が連発したわけですから、まあこの辺はねものすごい騒ぎだったんでしょうね。さあ、では次行きましょう。続いてですね、東条英機を取り上げていきます。ということで、荻窪駅まで戻って、目白まで電車で移動したいと思います。目白に到着です。ではここから歩いていきます。続いて取り上げる偉人は東条英機です。アメリカとの戦争を決断した張本人、東条英機の生涯をお話ししていきます。東条英機の墓まで 1.6 キロ歩きます。東条英機は1884年に東京で生まれます。お父さんも優秀な軍人だったんですけど、出世が途中で止まっちゃったんです。そんなお父さんの夢を東条が引き継ぐような形になります。東条は勉強が得意っていう感じではなかったんですが、もうめちゃくちゃ努力して、陸軍士官学校を上位の成績で卒業します。そして出世のために必須の陸軍大学を受験、3度目でようやく合格します。そして卒業すると、ヨーロッパ各地に赴任するようになります。ドイツに赴任している東条ら若手エリートたちがバーデンバーデンという土地に集まります。バーデンバーデンの密約を交わしています。当時の軍は長州藩出身の人たちで権力を独占していました。これを打破するために一致団結します。このグループはだんだん大きくなり、一石会という名前のチームになります。一石会は満州の利益の確保も目指しています。ということで、一石会メンバーの石原幹事を中心に満州事変を起こし、満州を占領します。そして一石会の影響力は大きくなり、長州派閥の力が小さくなっていきます。バーデンバーデンの密約がどんどん実現していっています。しかし今度は弘道派という派閥が出てきます。これに反対する人は統制派として固まり、軍が真っ二つになります。そして1935年、弘道派の相沢三郎という男が、統制派の中心人物永田鉄山を暗殺する相沢事件が起こります。永田の盟友だった東条はこれが許せません。そして翌1936年、弘道派が226事件を起こすと、昭和天皇がブチギレ、首謀者たちは処刑されます。この時関東軍の司令官だった東条は、関東軍の行動派の人間をめちゃくちゃ取り締まります。長田への無念と天皇へのリスペクトが東条を動かしたんです。こうして行動派は滅び、統制派が軍を牛耳るようになっていきます。これを機に東条は指導者として注目されるようになります。1937年、盧溝橋事件が起こります。これが日中戦争に発展するわけです。満州にいる東条は東条兵団を率いて戦争に参加します。戦争はアメリカやイギリスが中国をバックアップしていて、それはもう泥沼の長期戦になります。そんな中、1940年、東条は第二次近衛内閣の陸軍大臣に就任します。この時はもうアメリカとの関係もギリギリです。日本は資源確保のため東南アジアに進出しますが、これはアメリカの植民地を脅かす行為です。これに切れたアメリカは日本への石油輸出をストップします。このままではまずいってことで、近衛は必死にアメリカと交渉します。アメリカは日本に中国からの撤退を要求します。近衛は東条に撤退を促します。しかし、ここで撤退したら自分たちが悪いって認めることになっちゃいます。これが軍のみんなの意見です。東条は撤退を拒否します。これで近衛は諦めて内閣を総辞職します。次の総理大臣には戦争回避という重大ミッションが課されます。そこで推薦されたのが、なんと戦争賛成派の東条でした。東条はまあ天皇をリスペクトしてるんで、天皇が戦争回避せよって言えば、それに従うはずです。そして戦争賛成派の東条が戦争回避するって言えば、戦争賛成派のみんなも納得するはずです。ということで東条が選ばれたんです。これには東条本人もびっくりです。そして昭和天皇と対面します。戦争回避せよ。わかりました。こうして東条英機内閣がスタートします。東条はアメリカに軍の撤退に関する譲歩案を提出します。それに対してアメリカはハルノートと呼ばれるどう考えても無茶な案で返します。ルーズベルト大統領は戦争をやる気です。日本としてももう交渉の余地がありません。日本はアメリカに勝てないという分析も出ています。でももう行くしかありません。東条は泣きながら天皇に戦争開始を伝えます。さあ、19401941年1月28日、真珠湾攻撃にて太平洋戦争が始まります。当初は日本がどんどん軍を進めていきます。しかし、1942年のミッドウェー海戦からアメリカが押し返してきます。そもそも日本はアメリカから石油を輸出しているぐらいですから、国力はアメリカの方が上です。日本はどんどん押されていきます。こうなると、東条の指導力にケチがつき始めます。そこで東条は、アジアの国々を集めて大東亜会議を開きます。第二次近衛内閣の時からあった大東亜共栄圏の構想を発表します。欧米の植民地支配から解放されて、アジアのみんなで協力しようよっていうやつですね。これによって、日本がアメリカと戦う理由をはっきりさせます。また、軍の意思決定をスムーズにするために、東条は首相でありながら参謀総長にもなって、軍の指揮ができるようになります。ただ、首相が軍の指揮権を持つっていうのは異常事態なんで、批判が殺到します。そして、軍の指揮権を持った東条は、マリアナ諸島を絶対防衛圏として兵を固めます。しかし、1944年6月、アメリカ軍にあっけなく破られてしまいます。これでさらに批判が集まった東条は、内閣を総辞職します。そして1945年、日本が降伏して戦争が終わります。日本にやってきた GHQ は戦争犯罪者たちに逮捕命令を出します。9月11日、東条に対し逮捕命令が出されます。するとその日に東条は自分の右胸を拳銃で撃って自殺を図ります。しかし急所は外れていて、アメリカ軍の懸命の処置によって一命を取り留めます。GHQ としては裁判で東条に喋ってもらいたいですからね。そして1946年、東京裁判が始まります。東条は責任を取る覚悟ができていました。開戦の責任は自分だけにあって、昭和天皇は我々に説得されていやいや開戦に同意しただけです。天皇をかばったんです。自己保身に走る人ばかりの中、東条だけは覚悟を決めていたんです。そして1948年11月、平和に対する罪で死刑判決。12月に執行され、東条は63歳で亡くなります。さあ、雑司ヶ谷霊園ですね。ここに東条英機のお墓があります。まあ、東条はね、戦争を始めた張本人ってことで、悪いやつっていうイメージになりがちです。まあでもね、東条が首相になった時ってもう戦争を避けられない状況でしたよね。軍もマスコミも国民も戦争やろうぜっていう感じでしたよね。で、それでね、いざ戦争になって、劣勢になったらみんな手のひら返して、東条ふざけんなってなったわけですから、これ東条だいぶかわいそうな気はしますよね。でそれなのに裁判で責任を負って天皇をかばったわけですよ。それで天皇は刑罰を免れたわけですよ。そんな東条を悪者扱いするっていうのはちょっとダメなんじゃないかなって思いますよね。さあでは今日はあとまだ3人偉人が残ってるんですが、ちょっと動画が長くなっちゃうんで続きは次回の動画にしていきたいと思います。昭和の重要人物重原喜十郎、木戸幸一、鈴木貫太郎を取り上げていきたいと思います。では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。